マルコ・ベッラッティは、イタリア・アブルッツォ州ペスカーラ出身のサッカー選手。ポジションは MF。パリ・サンジェルマン FC 所属。イタリア代表。地元のクラブであるペスカーラの下部組織出身。2008年、16歳の時にプロデビュー。2011から12シーズンに、ズデネク・ゼーマン監督によって、トップ下からボランチに、コンバートされたことで才能が、本格的に開花。 同様の経験を持つアンドレア・ピルロの後継者と呼ばれるようになる。2012年夏にはユベントスをはじめとする国内クラブが獲得に乗り出したが7月18日にフランスのパリ・サンジェルマン FC と5年契約を結ぶ。遺跡金はセリエ A でのプレイ経験がない10代の選手としては破格の1200万ユーロ。2014から15シーズン UEFA チャンピオンズリーグ グループステージの FC、バルセロナ戦で移籍後初ゴール、リーグ21節のエビアン戦で、リーグ1初ゴールを決めた。2019から20シーズン、1月12日の AS、モナコ戦で、パリでの300試合出場を達成した。2012年に、チロフェラーラ監督率いる U-21 イタリア、代表でプレー。同年夏のユーロ2012イタリア代表候補に、 選出されたが、本大会出場メンバーからは外れた。2012年8月15日、イングランドとの親善試合にて、A 代表デビューを果たした。2013年2月6日のオランダとの親善試合で、後半ロスタイムに代表初得点となる同点ゴールを挙げた。2014年ワールドカップのメンバーに選出され、グループリーグのイングランド戦、ウルグアイ戦でプレーした。 2021年 UEFA ユーロ2020決勝のイングランド戦で攻守の起点となるなど優勝に貢献した。右インサイドハーフの位置を基軸にしながらショートパスによるゲームメイクや裏へ落とすロングパスによってアシストを狙うパサー。ドリブルでのプレス回避技術も極めて高い。小柄ながら滅多に当たり負けせず、タックルによるボールダッシュなど激しい守備を持ち味とする反面、 ゴールを狙うことはさほど得意ではないと評される。ありがとうございます。